かっこさん、もし1ヶ月に700円ずつ使うとすると、何ヶ月でもらったお小遣いと貯金箱の中のお金を全て使ってしまいますか？うん。まずここまでいいかな。消しちゃうよ。まあ、1ヶ月に700円使うとすると、まあ、さっき計算して1ヶ月分の小遣い500円と分かってるので、うん、まあ書いておきましょうか。1ヶ月のお小遣いが500円だから、まあ結局500円もらって700円使うと、毎月200円ずつ、まあもともと貯金箱に入っていたお金を使っていくということになるわけですね。うん、500円入ってくるんだけど700円使っちゃったら、毎月の収支、毎月のお金の出入りというのは200円マイナスになっちゃうわけですね。毎月200円ずつ貯金箱のお金を使うことになるので、うん、だから貯金箱の、うん、箱のお金をまあ使い切ってしまうのは、使い切るのは貯金箱にいくら入ってたかというと、さっき出した2800円ですから、2800円を200円ずつ使っちゃうとすると、何ヶ月持つかな、14ですね。うん。ということで、答えは14。これを使って、14ヶ月。これが、カッコ3の答えになりますね。